ようございます。今日は大阪府高槻市の摂津峡に来ています。この前大文字山に行った時に川遊びをしてすごい楽しかったので味を占めて、今日も別のところで川遊びをしようということになりました。摂津峡の周りにはハイキングができるようなコースがあったり、近くには低山なんですけど眺望の良さそうな三好山っていう山もあるので、もしかしたらそっちに登るかもしれません。今日は36度ぐらいになる予報なので、きっと川遊びをしてまったり楽しむことになると思います。それでは行ってきます。怪我せえへんようにしな、大人やから。思ってる以上にできへんで、きっとこんな朝やからさ、人おらんけどさ、あーな、見てこれ、私これめっちゃ気になんねんけど、私ら大きなっちゃったから、ちょっと寝転び気味に滑らなあかんな、気ぃつけてな。行ってみていい？よいしょ、行くでー、え、楽しいな。楽しい。あ、ごめん。それもやってた。いや、ちょっと待って、東海自然歩道。あ、ほんまや、それっぽくなった。はぁ、あ、いい感じ。あ、なんかちゃんと整備されてんねんな、展望台みたいになってる。ここじゃあんまり滝が見えへん。ここ邪魔やんな。展望台行ってみようか。そうか、うん、滝到着。中であるか。そうやな、もうちょっと不慣れやしな、川遊び。初心者。綺麗なぁ。もう道ある。キラしてる。和風ととかあったけど、なんかもう、うん、いいかな、めっちゃモリモリや。
すごい、ほんまにめっちゃお腹減ってきた。わーいわーい。拍手するだけの人。マシの方が刺身が美味しそう。ありがとう。めっちゃ美味しそうじゃん。なあ。私あの子に見せてくる。あの子に見せてきて。めっちゃ美味しそう。超美味しそうとか言ってカメラに見せたら、もうちょっと掘ればよかったな。ごめん、せっかく買ってくれた。ショック、ごめん。他の人である見せて、母なんか、いいの、あ、ぶっこしてくれと。もう終わりに見せた。もう多分見せれた。卵いるやろ、だってショック。そう、まあ、ありがとう、ごめんな。いいとこ。いただきます。やった、はい、いただきます。嬉しい、うん、うん、うん、大根サクサク言う、うん、おいしいな。あー、ちょっと飲もう。うん、え、いいやん、いいやん、これなかった。すごい、心配。一緒割れる。すごい、いいもん、大丈夫。絶対じゃなくて離して言えよ、せーの。わー、すごい、揺れる。言えた、すごい、嬉しい。すごない？立ってみる？ちょっとじゃあ座ってて立ってみる。え、でも立ってもいける。あ、すごい。すごい。すごない？いっ。よいしょ。え、すごい。すごい。すごいな。揺らした、やりたいけどちょっとな、いくで、ブラスロッカやめとこういいわな、かわいそうやな。ほんまやな。ほんまや、すごいな、すごいな。楽しい、楽しい。ある、何これ、暑っ。こんなんあったかな。ほんまに記憶喪失。帰ってきました。人生でこんなに川で一日遊んだのは初めてかもしれないです。子供の時に海とかプールは行った記憶があるんですけど、川で遊んだ記憶があんまりなくって、川遊び初心者なんですけど、一日ずっと楽しめました。摂津峡に行くまでは東海道自然なんとかっていう、ちょっと度忘れしちゃったんですけど、遊歩道を歩いてハイキングもちょっとだけできたので、山気分も味わうことができました。日差しはじりじりしているんですけど、川に浸かっていると体は冷やされるので、ぼーっと何も考えずに過ごせるのもいいなって思いました。こういう休日の過ごし方もありだなって思ったので、暑い夏の日はまた川遊びをしたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。